それもみんなも何考えてるんだよ。いいものが入ってた。キャンプ合わせよう。いや僕がもっと学生時代から私カサネのことすごいなって思ってた。なのに今のあなたはエリートの命を狙ったりこの施設のことを隠そうとしたり続けていくよ。どうしてやったの。元のカサネらしかないよ。そうでしょ。まだこれからよ。はい。これも。嵐渡して。油断したか。僕のドライブを見せてやる。巻き返すわよ。何も知らないくせに勝手なことを。だったら教えろよ。俺たちが何も知らないのはそっちが何も話してくれないからだろ。無駄よ。抵抗するな。悔しいよ若者。いや僕が合わせよう。甘い。やれやれ。まだまだ。やっ。こら。あとは任せてよ。いいお膳立てだ。抵抗するな。失礼。抵抗するな。倒れるのは早いわ。僕としたことが。走れ若者。やるか。この程度で僕は満足しないぞ。巻き返すわよ。おかげで元気になったよ。出て行くよ。まだこれから。何をしてもみんな
ら身を任せなさい。どこまでも追いかけて殺してあげる。倒れるのは早いわ。聞いてくるわ。次は僕だ。続けていくよ。私に任せて。人間の生首を使って薬を作るなんて正気じゃない。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それ以上の情報流出は看過できません。あなたはこの前の政府の人。ごめん、通信に割り込み命令だって言われて。相手の言葉に耳を傾けず排除に注力してください。私たちは働きに見合った見返りを必ず用意します。見返りねえ、それはナオミの安全のことかな。明確に答えて。それは
なぜ答えられない？さては独断か？方針の変更があった。任務は取り政府側との通信、すべて切断を確認。みんな、もう。僕はもう我慢がならない。全部話すぞ。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の大脳、一部は捕獲した怪異の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪異の食料にしているの。ひどいなあ、本当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目があらゆるところに向いていることも、情報の管理統制をしていることもおかしい。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり、薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し、一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか？家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷が。ユイト、ユイト。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方、尋常じゃないわ。ユイトの脳に異常が出てるの。超能力を使って脳に負担がかかると言語障害や記憶障害が出るようになって。もう大丈夫だ。痛みは収まった。しまった。お取り込み中のところ悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ。ごめんなさい、遥から聞いた。